はい、皆さんこんにちは。どうも今日は大勢の方にここに来ていただきました。ありがとうございます。それじゃあ早速、プロナンシエーションを発表させてもらいます。今日の課題はね、発音記号を入力ができるようになるということですね。じゃあ早速パソコンを立ち上げてやれば、ワードを開きたいんで一緒にやりましょう。ワード。じゃあパソコン立ち上がってましたら、このスタートボタンから、すべてのプログラム、僕より皆さんの方が詳しいかもしれないですが、どんどんいきましょう。マイクロソフトオフィスが、このフォルダーになっているところの2013がここにマイクロソフトオフィスってのがあると思います。これを開いてもらうと、この中にいろいろ入ってますけど、ワードはご存知ですかね。下の方にワード2013というプログラムがありますから、これを立ち上げていただきましょう。多分このような画面に出てくるんじゃないかなと思いますが、いいですか。まだ時間がかかってますかね。とりあえずどんどんやっちゃいますね。説明だけさせてください。もう遅いんだけど。で、白紙の文章を出しましょう。これをレポートに書いてもらいますので、白紙の文章を一つ作ってもらいまして、で、ここに学籍番号、氏名を一番上に書いてみましょうか。まあ、例えば17200。なんか半角の方がありますよね。17だっけ ?2000。自分の名前を入れてください。私は画面を大きくするためにここのパーセンテージズームします。あとこの後発音記号を書くので、ちょっと下の方向のところでね、少し大きくしておいた方が見やすいんじゃないかな。よろしいですか。ここまでは何か問題がないですかね。時々画面の中に入ってきますが、いいよね。そしたらどんどんいきます。ここでじゃあどうやって発音記号を打つかっていうことなんだけど、まあ、詳しい方もいるかもしれないので、なんで知ってるよと言われるかもしれませんが、もう一回頭からやっていきましょう。どうするかっていうとですね、今ファイルっていうふうになってますが、ここにはね、実は本当ぐらいしか選べないんですが、今ホームになってますか。これ挿入でしたかね。このタブで挿入ってところをクリックしてもらいます。そうするとここのメニューが変わってきまして、右上のところね、ここに、レーザーポイント、ここにありますかね。記号と特殊文字だな。ここのところに、右上のところに記号と特殊文字っていうのがあると思います。ここですね。これを、まあ、クリックしていただきますと、こんな郵便番号から始まるようなのが出ると思いますね。で、郵便番号を打ってもしょうがないんで、その他の記号、ここだ、ほら、オメガが出てきましたね。ここをクリックしてもらいます。その他の記号、はい。というわけで、また郵便番号かと思われるかもしれませんが、これはここのところね、種類がまだこの、何ですか。CJK 用の記号になっているから、で、ここを変えていきますと、打ちたいような発音記号みたいなのが出てきます。というわけで、ここだよ。ここのところね、センターメーターも映ってますよね。別に好きなの見てください。ここのところをね、見ていきます。そうすると、これちょっと途中になってますね。上の方に上げていきますと、我々がいつも使っているのは基本ラテン。ラテン系の文字ですね、があります。この文字から始まってありますけれども、ラテン、一番あるかな。実はラテン1補助っていうのをクリックすると、だんだんちょっと特殊なのがね、フォントのマークとか出てきます。そして、ラテン拡張 A がありますね。ちょっとクリックしてみましょうか。拡張 A をクリックしますと、こんな感じになってきまして、ちょっとちっちゃくて見にくいかもしれませんけど、ほら、アクセントがある i とか、どうやって打ったらいいか、これですね、これちょっとダブルクリックする、もしくは選んで挿入を打つと、こういうのが出ると思いますが、どうでしょうか。アクセントがあるやつは、ここで、例えば打つことができますね。ここもアクセントがある u とか、ダブルクリックする。どうですか、これできますか。ちっちゃかったら、ちょっとここの下の方のパーセンテージを大きくしておいてあげると見やすいんじゃないでしょうか。こうやって打つことができますね。例えばどうしましょうか。ビットっていう単語で、このね、ちょっと
戻っちゃったな。ビットっていう単語があって、あ、違いますね。ビットって単語があって、ちょっと一緒にやってもらいましょうか。これを例えば書きたいんだけど、英数にしといて、で発音記号を書きたい。で、ストレスの位置も書きたいとか言ったら、ここでさっきのね、ここのところのところで、ちょっと面倒くさいですけど、ラテン1の補助で、ここで、さっきのやつを、ラテン1の補助でしたっけ、ラテン拡張 A でしたよね。ここで、こうやってやっていけば。で、あとは T は普通に、こっち側に戻って、閉じないとダメですかね。鍵かと。こうやって打つことができますよね。この要領だということですね。でもうちょっと詳しく説明しておきましょう。どこに何があるか、実は僕はあんまりこの Windows の発音記号がどこにあるかをよく分かっていない。なぜかというと、私はあとマッキントッシュですね、 Mac、Apple を使っているので、ちょっとやり方が違ってあんまり得意でないので申し訳ありません。ラテン拡張 A がこんな形でしたね。でここにいろいろありました。そしてもう一つ、せっかくラテン拡張 B も見ておきましょう。B のところにまた結構特殊なのが入ってきますね。出てくると思います。ここはなんかあんまり発音記号で使うのはあんまりなさそうですね。で、覚えておきたいのはここです。上から5つ目にあたる IPA 拡張。IPA って何だか覚えてますか？ワード上に一応書いておきますと、あ、こっちか。ごめんなさい。IPA というのは、慌てるな。IPA っていうのは何のことかっていうと、インターナショナル、フォネティックから見えなくなりそうです。全部録画されてますが、フォネティックアルファベットね。国際音声字母、アルファベットですね。結局これが発音記号に当たるわけなんです。なので、ここのところで発音記号気になったら、すぐここのね、多分上から5つ目、IPA 拡張を見てしまうのが早いかなと思います。そうすると、どういうのが出るかっていうと、はい、ここ出てきましたね。母音で全部やったような気がしますが、どうでしょうか。そうですね、例えば、ここら辺皆さん馴染みできた？こんな、あ、ここに置いとかないと、なんですね。これは、打ってみてください。絵のストレスがあるやつとか出てきますね。スペースを打った方がいいかな。また消えちゃったか。めんどくさいですね。意外とね。で、それからこんな、あとか、ほら、この、おの音ありましたよね。どんどん打ってみてください。ね。あと、この丸いお。こんなのもやってきましたよね。そして、弱い母音、ここに、シュワって言ってる、パッていう音がありますね。でこれ、それから、うっていう音。あ、これは絵ですね。絵の音。そして、bird、鳥っていう時のこの音。というのがいろいろ入っているのが分かりますね。そして、この授業ではこの間やった G の下が丸くなっているだけの、この G の音とかね。いうのがあるということですね。あと、短いこの E とか。これは長いのかな？もっと短いのはどこかありそうですけど。こういうふうにやっていくことができますね。これが IPA 拡張というところにある。そしてここで、あの上から、左から2つ目、上から6個目ぐらいに伸ばす記号がありますね。ここにね、ちょっとこれなんかバランスが悪くてあんま好きじゃないんですけど、というふうに打っていく伸ばす記号があります。あと見ていただきたい、ここに最近使用した記号ってことでね、1回打ったやつは下の方にリストされてますので、これを使って便利にやっていくことができそうだということですね。どうですか、基本はこれだけなんですけどね。これであとちょっと探しながら打っていくことになります。でそれからこの間やったセイタの文字覚えてますか。セイタってのがありましたね。これはここになんかなさそうに見えますけど、どこにあるかっていうと、多分どっかにギリシャ文字が多分あるんですよね。そこのところに入っていると思われます。ここら辺にありますかね。ラテン1補助でどうですかね。探していくしかなくてね、ちょっとそれは申し訳ないところですね。それを探してきて、ここに打っていただくという、結局それしかありません。
というわけで、一応簡単ではありますが、あとは質問を受けながら作業してもらって、レポートを出してもらうということで、この後は何か単語を選んでもらって、そうですね、僕がいくつか書いてみましょうか。その単語の発音記号を書いてもらうことにしたいと思います。じゃあちょっと、PC っていうかね、切り替えます。あ、PDF。もう一回いかな。違うのが出ちゃいます。まだいかないですか？見られない。これでいいですかね。はい、これこの間のとこなんですけども、例えばこれを打ってみてください。どこにあるかちょっとまだ分かってないんですけど、どれがいいですか？簡単なのがいいですね。なんかないですかね。これどうですか？ここからレポートの課題です。例えばこれを打ってください。いくつか、候補を挙げますから、その中で好きなものを選んでもらうんですけど、ね、あ、違うとこ行っちゃったかな。注射を狙って。青にしましょう。青。シータの音を書きたいんだけど、例えばこれを打ってもらえますか。どうします。どれが好きですか。例えばパースとかどうでしょう。青で。お好きなものを選んでもらう。チャレンジングな方はこのバースとかどうですか。バースデーのバース。これを打ってみてください。はい。お好きなものを選んでいいんですけど、あね、こういうふうになんか選んでもらえます。ね、ページ変わっちゃっていいですか？申し訳ない。ね、ページ変わっちゃうとまずいかな。こういうの選んで、ちょっと探してみてください。ちょっとこれは板書っていうかね、こっち側に書きましょうか。例題としてやってもらうのはどれか、3つやってもらおうと思ってましてね。どうします？ここに書いていいですか？こういうパーツ。今書きました。そしてバルス、これ難しいですよね。チャレンジャーの方頑張る、こんなんですね。バルス、これを打ってもらう、ね、ここは小さい三角です、ね。ちょっと違うページに戻りましょう。ちょっとこれ難しいですけども、この間あとあれもやりましたよね。チャレンジングの方、これどうですか。濁る、ぜいとか、これとかどうですか。簡単な単語ですけど、ぜいとかどうですか。こうなってまして、 E は普通ですけど、ここは短い I で点がないやつどっかにあると思います。これをやっていただきます、はい。あと、あ、お友達と隣と相談して、どっかあるとか、あのお互いに喋っていいですよ。もっと簡単なやつもいいですか。いろいろあります。この正門閉鎖音とか面倒くさいけど、これはやめときますか。はい、これやめましょう。あとはですね、母音ばっかりですね。ここまでやったところではね、母音ばっかりなので、こういうのもできるのかな。急に気になりましたけど、この猫とかできるのかな。ちょっと試してませんけど、誰か根性ある方やってみませんか。ここでちっちゃい H とか書けますかね。でこれさっきやったほら、アクセントのある絵の音、絵の音ですね。キャット書いてみてください。なかなか難しいかもしれないですね。このコールの音とか、この母音の音とかね、を書いてみます。どうでしょうか。次のページ行っちゃいましょうか、はい。3つ書いていただくということで、お好きなものを選んでください。まあ一番簡単なのはというか、母音とこだけでやるんだったら、一番最初の方に戻りまして、3ページだったかな。あーの音がいっぱいある。3ページのところにページ3ですね。ここにいろいろ簡単そうだけど母音が複雑なのがありますね。例えばどうしましょうか。つぼみの、どっち行きましょうか。ここに書いちゃっていいですか。今どのくらいこの隙間が録画されてるかによるけれども、
この上に書いた方が良さそうですね。で、上に書きますと、これとかどうですかね。このバントですね。こんなやつ、ほら、あと読むやつだったね。バント。まあ、B と D は簡単ですけど、これを書いてみたらいかがでしょうか。ね。それから難しそうなのが、ですね。これどうですか。おまわりさん、アビースみたいなやつですかね。で、ここら辺のやつを書いてもらえばいいんじゃないでしょうか。バッドでもいいし。まあ、こういうのはね、ベッドはちょっと簡単すぎるので、今回はやめてもらって。うん。ボーズとかね。で、こういうのを書いてもらって。とにかく3つ選んで。はい。少なくとも3つ。これをワードに打ってもらえると。単語3つ。そしてそれをワードにこんなふうにね、単語をここに、まあ、1、2、3と、まあ、いっぱい書いていいですよ、あのやる気あるからね、書いてもらってそれを、保存してもらいます。保存はここのところにマークがあるので保存して、ね、マイコンピューターとかマイドキュメントとか適当に保存してもらって、ここのとこ名前がついてればちょうどいいですね。これをどっかに保存して、あとはですね、教員と学生さんで違うかもしれませんけれども、iTOS に、じゃあ教員画面、あ、違う、ちょっと間違ったですね。教員画面なんですけども、この授業、これは火曜日の3校目なので、授業ページがちょっと違うかもしれませんけど、あると思います。そこに、発音記号レポートブックスを置きました。もう出している人いたりして、悩みないですね。はい。ここに出していただきます。出し方は、自分のファイルで、ここ多分クリックするとね、参照っていうのが出てくると思うんですよ。参照する。そこで自分のファイルがあるところを指定してあげるとここに出すことができるというふうになっていると思います。よし、もう一回言いますと、ここのところを探してきて参照というボタンがありますので参照をして自分のファイルを保存したところを、クリックしてもらうとこっち側に伝出されることになります。というわけで非常に短い時間ではありましたが録画はこれで終了なんですね。あとは皆さん、僕はこの今日ね、来てもらった方々を回って見てまいりますので、はい、動画は長いとね飽きますのでこのぐらいにしてもらってと思います。はい、というわけでじゃあ皆さん出していただきましょう。はい、それじゃあどうも。あ、こっちかな。じゃあどうも今日はありがとうございました。じゃあ頑張ってください。さようなら。はい、拍手までありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。